演武開演。どうも、本日はこちらバスタナというプロテインドリンクを飲んでみたいと思います。140いろいろ書かれてます。ここに飲み方が書いてありますと、それによるとこのスプーンで飲むみたいですね。そして中にはこのようにこの会社がこうか、このパスタナの解説や こうしたダイエットで悩みに対抗する冊子、ちょっとまあありがちなんですけど実体験だ。なんか女性ばっかりなので少々緊張しますが、これは違うな。といったものがありますね。ですから、この甘酸っぱさすごいな、ね、効果あるのかなと、おそらく動画を見ていらっしゃる方も多いのではないかと思います。なので今回はこれを1週間飲んでみて体重にどのくらい変化があるのかというのを実験してみたいと思います。といってもまあ真剣にそう食事制限したりとか運動量を激しくしたりとかってやるわけではなく、あくまで今までのいつも通りの生活にこれを加えた場合の実験ということになることはご了承ください。そうでないと毎日の食レポ動画も出せなくなってしまいますので、ではまず今日の体重を測って、では今から体重を測りたいと思います。一応毎日測ってはいるんですけどね、こういう形で測ってはない。力強い感じというわけではなく、全体的に優しい味わいで非常に飲みやすいです。これだったら続けられそうですね。なのでこのまま調子で続けていきたいと思います。では毎日の というわけで最終的な結果はこのようになりました。やっぱりただ飲んでるだけだとあまりダイエットというわけにはいかないですね。もうちょっと抜本的なところから改善していかなければならないのかもしれませんが、それをやるとなると毎日の食事のレビューも投稿できなくなっちゃいますし、難しいですね。ですが体のことが大事なので可能な限り続けていきたいと思います。
もちろんまだまだこちらにも活躍してもらわないといけませんからね。というわけで今回の実験ではこのような結果になりましたが、もしよろしければ皆さんもこのファスタナ飲んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてこのファスタナを飲んでいただけると嬉しいです。塩分閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。